能登半島地震は発生から今日で1週間です。被災した下水道施設の早期復旧を支援するため県内から職員が派遣されました。能登半島地震の被災地では断水が続き、衛生面で懸念が高まっています。お風呂入れないし、トイレもやっぱり、ね、なかなか思うように、ね、できないし。今朝松本市からは石川県からの要請に基づき、第一陣として上下水道局の技師など職員3人が派遣されました。一時調査ということで、下水の被災状況をちょっと確認するという力になれるように、やりたいなというふうに考えています。県内からは延べ18人が金沢市や羽咋市で13日まで支援に当たります。